こんにちは、Dスケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴアイディアソニック・ザ・ヘッジホッグをチェックします。今回の動画を最後まで見ていただければ、ソニック・ザ・ヘッジホッグって何よ、レゴアイディアについて、セットの発売日や価格、セットの内容、これらのことがわかるようになっていますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。まずはソニック・ザ・ヘッジホッグについてですが、もはや説明は不要かと思います。音速で走ることができるソニックという青いハリネズミが主人公の世界中で大人気のテレビゲームになりますよね。初めて登場したのは1991年にまで遡ります。当時メガドライブっていうゲーム機で、このソニックのゲームが発売されて、スーパーマリオと同じような横スクロールアクションのゲームになるんですが、当時では考えられないようなものすごいスピード感でソニックを操作するゲーム内容に皆さんほんとびっくりしたと思います。そんなソニック・ザ・ヘッジホッグが今回レゴのセットとして発売されることになりました。そしてこちらのセットはレゴアイディアというサービスから生まれたセットになります。レゴアイディアはレゴで製品化してもらいたいオリジナルデザインを世界中のレゴファンから募集して、厳選な審査を通過するとレゴアイディアシリーズとしてレゴから正式に製品化される素晴らしいサービスなんですよね。しかもセットの売り上げは採用されたデザイナーにも支払われることになっていて、もう夢のようなサービスなんですが、2011年に製品化第1号が発売されて、すでにたくさんのセットが製品化されています。レゴアイディアに関しては概要欄に URL を貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それではレゴアイディアソニック・ザ・ヘッジホッグをチェックしていきます。欲しいなって思ったら、いいねやコメントで教えてくれると嬉しいです。それでは行ってみましょう。21331ソニック・ザ・ヘッジホッググリーンヒルゾーン、パーツ数は1125、価格はレゴ公式で8780円、2022年1月1日発売予定になっています。ソニックのゲームといえばステージ1のグリーンヒルゾーンがめちゃくちゃ印象が強いんですが、そのステージをレゴで見事に再現したセットになりますね。最近のソニックは 3D 空間でソニックを操るゲームがメインになっているんですが、今回のセットで採用されたモデルは古き良き横スクロールアクション時代のソニックになっています。いやー、めちゃくちゃ素敵ですよね。当時のゲーム自体がドット絵で作られたゲームになるんですが、なんかそのドット絵の雰囲気といいますか、良さがレゴですごくよく表現されているなって思います。ほんとこのヤシの木であったり、ここのステージ上の土の部分と草の部分がそのまんまだなって思います。いやー、本当にすごいです。このステージは高さ17センチ、横幅は36センチにもなるそうです。そして大きく3つに分割できるようになっていて、このように左右に組み替えることもできるようです。さらにセットを追加で購入すれば、このようにステージ自体を増設できちゃうそうです。これもすごくいいですよね。そしてソニックではおなじみのステージ上に仕掛けられたアイテムやギミックもちゃんと再現されていて、まずはこちらのソニックが集めるリングになりますね。リングを取った時の効果音とかすごい有名ですよね。クリアパーツを利用して宙に浮いているリングを表現しています。なんか実際に音聞こえてきそうですよね。宝石のパーツを利用して表現したカオスエメラルドも7個付属しています。その他にも2つのアイテムボックスがついていて、ここのボックスに取り付ける絵柄のプレートですが、この画像を見る限りですと5種類付属していると思います。こちらはジャンプ台ですね。レゴ公式の説明ではレバー操作の超音速ジャンプ台ということが書かれてるんですが、ここにどのようなギミックが搭載されているかはパッケージだけだとちょっとわからないです。ここは発売してからのお楽しみになりますね。そしてなんといってもソニックといえばこちらだと思います。ステージ上に作られた360度のループですよね。これしっかりとレゴで再現されています。細かいところですが、ステージの左下のこの部分にはゲームと同じようにソニックの残りのプレイ数が表示されたプレートがついてるんですよね。プリントではなくてシールだと思うんですが、これは嬉しいですよね。キャラクターは全部で4体で、ソニックのミニフィグと、あとはブロックで作る敵キャラクター、モトラ、ガニガニ、そしてエッグマンがついています。エッグマンはこのようにおなじみのエッグモービルが付属していて、ちゃんと乗せることができるようになっています。このエッグモービルもレゴですごくよく再現されてますよね。そしてこのかっこいいソニックのミニフィグになるんですが、実はレゴで初登場というわけではなくて、以前にこちらのセットに付属していたんですよね。ただよーく見ると目のデザインだったり、足の部分に新たなプリントが追加されていたりと、新しいタイプのソニックになっています。
はい、ということでレゴアイディア2022年の新作ソニック・ザ・ヘッジホッグをチェックしました。横スクロールアクション時代の古き良きソニックを見事にレゴで再現したとっても素敵なセットだと思いますし、画像を見ていただけるとわかると思うんですが、ほんとインテリアとして飾ってみたいなってめちゃくちゃ思いました。複数セットを買えばさらにステージを拡張できるという点も良いところなんですが、できれば他のソニックのステージも同じモデルのセットで見てみたいですよね。ただこちらはレゴアイディアからの製品化なので、同じ系統のものがシリーズ化される可能性は低いかなって思います。とはいえ、この横スクロールアクションのゲームをテーマにした他のゲームとかがレゴのセットで登場したら、それはそれで熱い展開ですよね。例えばすでに大人気ですが、レゴマリオを今回のソニック風のモデルにしてさらに商品展開するとか、あとはそうですね、魔界村とかロックマンとかも意外にいけちゃうんじゃないかなって思います。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。